はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちらの航空機紹介していこうと思います。こちらはノースロップ・グラマン社が開発した戦略的長距離爆撃機 B2 スピリットになります。では本日もよろしくお願いします。この航空機のまず概要なんですが、この B2 爆撃機はアメリカ合衆国のノースロップ・グラマン社が開発した戦略的長距離爆撃機になります。正式な名称はノースロップ・グラマン B2、 愛称はスピリットですね。スピリットといえばね、ちょっと聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。またこの爆撃機は1970年代に開発が始まりまして、1980年代に初飛行、そして90年代にアメリカ軍に配備されたという航空機になります。またこれ、この異様なね、形状なんですけど、 A のようなね、形をしているんですが、この形状から分かるようにステルス爆撃機になります。このね、ステルス機能、このB2 特徴のうちの一つとしてステルス性能があります。この B2 爆撃機はステルス技術を最大限に活用しています。敵のレーダーシステムに検知されにくく、そして防空システムをかいくぐるという能力をね、有しています。このね、独特の形状を見てわかるかと思うんですけど、このね、形状、そして外装で敵の追尾識別をね、難しくしているんですね。その指標の一つとしては RCS というものがあります。レーダークロスセクションというものなんですけど、これはレーダーを照射した時にどのくらいの反射波があるかというものなんですけど、まず一番左上の B52、 かなり大きいね、爆撃機なんですけど、これはね、100平方メートルの反射。そしてその下に行きますと B1A、 これがね、10平方メートル、そこそこ大きいですよね。その右に行きますと、日本でも有しています F15C ですね。これがね、3平方メートルの RCS という値になるんですけど、それと比べて B2 ですね、この B2 の RCS については0.1平方メートル。0.1 平方メートルといったらですね、どの程度かと言いますと、ざっくり F15C の30分の1ですね。30分の1って言ってもね、なかなかわからないんですけど、30分の1ってどれくらいかと言いますと、よくね、F15 のプラモデル売ってると思うんですけど、だいたい売ってるのが32分の1モデル。なので、ちょうどあのプラモデルの大きさの飛行機が飛んできているとね、認識されるぐらいなのでね、ほぼもう見えないと言ってもね、いいんじゃないかと思います。そしてその右に目を移しますと F22、 これ最新の戦闘機ですね。これが RCS 0.1 平方メートルということで、このね、 F22 とほぼ同じぐらいのレーダー反射ということで、かなりのね、ステルス性能の高さっていうのがわかると思います。そして次に、やはりね、戦略的な任務に使用される。つまり核兵器を搭載して敵国に対して核攻撃を行うということで設計されています。特に冷戦時代においては対ロシアでのね、核抑止力として重要な役割を果たしてきたということですね。武装もですね、この B2 爆撃機は核兵器を主要な武器として搭載するわけなんですけど、必要に応じて精密誘導爆弾なんかも搭載したり、また通常爆弾も搭載することができてね、かなり、オールマイティーな爆撃機というふうに言えますね。実際にどれぐらい搭載できるかというところなんですけど、
まあ、実際ね、これだけね、搭載することが可能という写真なんですけど、これ見てわかるようにかなりのね、数のね、爆弾を搭載することができます。そしてですね、パイロットは2名で搭乗します。パイロットと爆撃士という構成で、2名なんですけど、ということではね、パイロットは1名になるのかな。搭乗員は非常にね、高度な訓練を受けてないとね、やはりこの航空機には乗れませんし、まあ、戦略的な任務を実行するということで、もうかなりのね、知識と技量が必要なのかなと思います。で、パイロット爆撃士については、このちょうど航空機のお腹のところですね、こちらラダー見えるんですけどね、この下から飛行機に乗るというね、ちょっとね、一風変わった搭乗の仕方を行います。まあ、そして、あとは長距離高速能力ですね。この B2 爆撃機は、給油なしで大陸間を飛行することができます。まあ、これによって、まあ、急速に新たな地に展開したり、まあ、戦略的任務を遂行することが可能になってます。また空中給油も行うことができますので、まあ、さらにね、長距離なオペレーション、長時間なオペレーションっていうのがね、可能になるのかなといったところです。あと、最後にはこの航空機の値段ですね。この価格はですね、世界一高価な航空機として、またギネスブックにも登録されているんですけど、まあ、1機当たり約1ドル110円換算で2200億円、今のね、換算レートだともう3000億円近い機体になるんですね。1機3000億円、ちょっと想像できないですね。だいたい787等の航空機ですと、だいたい200億円から250億円というふうに言われてますので、まあ、そのね、10機相当のね、金額がかかってしまうということで、世界一高価な航空機というふうに言われています。このね、テールの形状なんかすごくね、特徴的ですね。またコックピットに目を移しますと、コックピットはね、もうかなり古い設計になっています。まあ、1970年代に開発されている航空機なので、まあ大体ね、見てわかりますように、この今の最新の航空機とはね、少し違ったような感じですね。まあ、実際の写真を見てみましても、このような感じですね。まあ、ゲームと大差がないような、まあ、感じですけど、まあ、かなりね、古い航空機のような、ね、感じがします。今のね、最新の戦闘機 F22、F35 だと、もうかなりね、グラスコックピット化が進んでいたりということでね、最近の航空機、最近の戦闘機というような感じがしますけどね、まあ、これは1世代、2世代古いというような感じがしますね。ということで、本日はね、この B2 爆撃機について説明していきましたけど、皆さんね、あまり触れることのない飛行機だとは思うんですけど、この航空機の役割、そしてね、性能を少しでも分かっていただけたかなと思います。まあ、次回はこの飛行機を使って実際にどのような感じで飛ぶのか、そしてどのような感じで翼がね、動いたりして、どんな起動するのかっていうのをね、知っててもらおうかなと思います。では、本日は以上で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ではありがとうございました。